かこんにちは。いやこの時期本当に各いろんなチームの選手たちの契約更改の記事が踊ってますよね。まあ夢があるよな。はい、額も奥がなんか本当に普通に、いやいやもう1億円超えてるプレイヤーってもう結構たくさんいるしね、はあ、そうですよね、うん、だからまあ夢はあるよね、はい、ただ大幅アップとか例えば1億何千万円アップとかもう夢みたいだね。そんなにいきなりっていう、まあねすごい数字踊ってますけれども、そのアップ率っていうのは一体どういった細かい査定の中で例えば1億5000万円アップしてるんだろうとか。それはね、はい、本当に細かいよ。まあフォアボール1個とか、はい、捕殺、はい、取ってアウトにするとか、うん、これ記事によると査定項目表に従ってまずはチェックをしていくと、代打、代走、守備固めなどまで含めて試合にどのように関わったのかはじめ、進塁打からバントの成功などの項目も挙げられると、うんうん、でプラス三振にしてもその進塁させるための三振とかだとまた評価が違うらしいんです。同じ三振あとはナイス送球とかね。そうそうなんですよ。そこまで俺1年間戦って1回もなかったんで、おいちょっと待ってくれと、1回ぐらいはあるだろうみたいな、ね、そう見落としてんじゃないかみたいな。いありますよね。そういうのはあったよね。例えばゲッツー取れたとか。まあそうだね、そういうのありますよね。あるある。あとはサヨナラだとか先取点を取ったとかそういうのもプラスアルファになるんですね。そう同点だとかさ、先制だとか、はい、それでもちょっとポイントが変わってくるし、うん、そうなんですね。まあ、例えば3点リードされた2打点を上げて1点に迫ったという、はい、そういう打点も査定の中にあるしね、はい、だからこと細かいよね、ものすごく。じゃあ逆にピッチャーだと、はい、ピンチの場面で出ていったときに例えば抑えた中継ぎ選手なんかも、はい、このピンチをしないだからポイントアップとか。そうだね、それはあるよ、それはある。ただ準備はしてたけど、はい、使われなかったと、うん、なんか綱当たりの試合で何回もブルペンで作ったとでも結局出なかったと、はい、でもそれはリリーフ陣からやっぱ作ったら、うん、やっぱ査定に入れてくれと、はい、こっちはもう準備してるんだからみたいな、そういうことも査定の見え直しで入ってきた項目の一つでもあるよね、はい、そうなんですね。だ何回作ったとかブルペンで。いやいや本当本当、いやそれはさ大変だよ、作るのは。そうですよね、だから極力スポンといけるように今は作ってると思うけど、昔は用意周到にしとかなきゃいけない、うん、右も左もビンバンバンバン作ってさ、そうでしたね、切り抜けたって、お一回休んでいいぞみたいな、うん、まあ引き上げて、そうそう、まあそういうこともあるよ。あと逆にミス、はい、ミスをしたときはやっぱりそのミスでマイナスになる、ね、それはマイナス査定になるよね。例えば送球ミスだったりとか、まあ、単純なことから言うと一つのボールをエラーしたと、はい、まあ、それはもうマイナスポイントだよね、まあ、そうなってきちゃうんですね、うん、そうそうそう、まあ、これはもうしょうがないよな。そうですね、まあ、プラスもあればマイナスもあるっていう、うん、まあ、これは仕方ない。あとはそのどういった選手から順に交渉していくのか、1日何人ぐらい交渉が行われているのかというのも細かく記事に出ていまして、まずは例えば2軍だったりとかであまり成績が変動がないような下の選手たちからはだいたい球団が提示した金額をそのまま飲むと。なのでもう1日20人から30人交渉がまずは行われている。まあまあ結果が出てない選手はね、はい、まあ、まとめてそういうことはするだろうけども、うん、やっぱ上の方になってくると、はい、やっぱ球団の印象とか、はい、やっぱアップの時はドーンと出たりだとかするよね。しますよね、うん、それはもう球団のイメージもあるし、うん、選手のイメージもあるというね。ありますもんね、まあ、そういうのはあるよね。なのでやっぱり球団としても1回の交渉ですんなり気持ちよくお互いに決めたいというので下交渉が、ね、やっぱ打ち合わせというものがあったりとか、はいはい、あとは中には例えば選手の中でも他のチームの同期の選手の新聞の切り抜きを持って行って、この選手この成績でこの金額ですって言って自分の交渉する選手もやっぱり中にはいるというふうに。まあいろんな人がいるよねだから昔は代理人制度っていうのがなかったから、はいはい、まあ、球団と直接やらなきゃいけないからね、うん、なんかこう遺恨みたいなのが残ったけども、はい、今はもう代理人が交渉してくれるから、うん、まあそういうことはないにしても、はい、俺なんかひどかったのが1992年これですねフル出場そう1990年そうですね、オフ
1億263万円を要求し球団とも揉めていた。いやこれは私が書いたんじゃなくて記事が書いてるんですよ。揉めていた揉めてたんですね。揉めてた揉めていた横浜高木豊氏の契約問題が93年2月16日になってようやく一件落着と、はい、3年連続3割打者と主将としての指導力でアップを主張する高木に対し、球団側が成績はともかく査定ポイントでは落ちていると言って当初ダウンテージ、その後現状維持の9330万円までは歩み寄ったが、そこからがまず膠着状態となっていた。いやもうね、ダウンとアップアップの主張だと、はい、土俵っていうのはやっぱり現状維持なんだよ。あダウンの話なんか俺なんかそうです、ね、する気もないから、まあ、アップか最低でも現状維持って言ってるわけですよね。そうそう、だから現状維持で、ね、最終的に球団が出してきたんだけど、はい、やっと同じ土俵に乗って、うん、こっからの話し合いと思ったんだけど、はい、いやもう一歩も譲らないと。でも豊さん的にはやっぱり3割も取った、その時裏では実は何をお互いの主張で言ってたんですか、あの時。いやいや言うも何も、はい、俺はアップだと思ってんのにだってフル出場して3割打ってダウンって言われるとさ、やっぱきついよね。打者として3割打ってんのにじゃあ4割打たないとダメなのかみたいな。で向こうはそれに対しては理由としては、いやいや理由としては優勝を逃したと、はい、いやいや優勝なんて何十年って遠ざかってて、いやちょっと待ってくれと、うちの今現状で正直言ってこれは優勝できるチームなのかって聞いたら、はい、いやそれは難しいと、まだ、はい、いやそしたら俺に責任かぶすのやめてよみたいなまあそうですよね、うん、ただ巨人の選手が、はい、まあ、10勝10ちょっとしたのかな、うん、で負けもそのぐらいがあって、はい、で優勝を逃したということでダウンテージだったんだよ、うん、でそれを飲んだんだけども、いやだからそれに従ってもらうと、いやジャイアンツはもう当時から強かったし、はい、優勝できるチームだったんだよ、うん、いやだけどうちは違うじゃないってそうですよね、だからっていうのでね、で、まあ、4回交渉したけれども結局その決着つかずに豊さんは調停に、まあ調停だよね。いやこれはちょっと人の第三者の意見を聞きたいと思ったからね、はい、うんうん、だから調停っていうのはどういうところなんですか。調停っていうのはあのコミッショナーの方で、はい、調停委員会っていうのができて、はい、まあ、そこで俺の主張と球団の主張を、うん、すり合わせてどっちなのかっていう、アップなのかダウンなのか現状維持なのかっていうのはこう決めていくんだけども、ね、その当時調停をしていた選手っていうのは他に落合さんがしたな、その前に。あ、落合さん、うん、はいはい、初めて調停っていうの知ったんだけどさ、それでいやだからもうちょっと調停行くしかないなと思って。そうですよね、だから球団と話をしててもすり合えないんで、歩み寄れないような状態だったんで、うん、はい、行ったけどね。で行った結果豊さんアップは、だからアップしたんだよ。分かった。だから調停行ってアップしたの俺ぐらいじゃないの。あ、そうなんですね。そら3割打ってダウンと言われたらさもうやる気なくなっちゃうもん。来シーズンからそうですよね。そう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 、そうですよね。でも希望額ではなくてその間を取った、そうなんか廃炉決着みたいなさ。いやその当時ね、はい、1億円が一つのなんかステータスがあったんだよね、うん、はい、でそんなにいなくてさ、はい、あ3割打ったら1億円超えるかなと思ったらダウンテージでええみたいないやそしたらやっぱ球団として初めて1億円超えたいと思ってたから、はい、ね、それを要求したらダメで、はい、で調停行って俺は廃炉決着で510万アップの9840万ですごい波数が出てくる。いや波数が出てきたんだよ、うん、俺らの時代はね、はい、大盤振る舞いするというかさ、はい、そういう契約もなかったし、うん、で FA もねまだ導入されてない時だから、はい、まあこれは仕方がなかったのかなとは思うけどもね。ただこれ豊さんキャンプずれ込んだじゃないですか次の年、はいはい、なので自費参加。いやまあ自費って言うけど実質自費ではないよね。いやそれはもうどっちみち契約するから、だからそれは面倒見てくれた、うん、まあそれはありがたいけどもね、まあ、そうですよね、うん、ただどっちみち契約したら返ってくるお金だから自費参加っつってもあとで、ね、領収書が何なんだって。だからもうそんなこと面倒くさいことしないでしょ、うん、そうですね面白いよな契約はな。面白いですね。だから昔はやってらんないやつバック投げるやつ見たからね、他の球団で契約更改で、ね、もう勝手にしろみたいな、すごい面白い。まあそれは球団によっても全然違うからさ考え方とか、はい、でも1シーズン本当にやって球団と話は本当に真剣な話ができるっていうのは、うん、その契約更改しかなかったから、
だからいろんな話はね、うん、聞いてもらったし聞かされたし、はい、あまあ、そういう面ではその4回だろうが5回だろうが、うん、まあ、有意義な時間でもあった、うんうん、そうです、まあ、そうじゃない時間もあったけどね、うん、ずっと黙っててどっちが口開くんだみたいなもう重い空気ですね。重い空気だよ。もう帰っていいですかって言ったら、あ、ちょ、まあ、ちょっと待ってと。やっぱ球団も保留されるのは嫌ですよね。あのイメージ的にあんまり良くないんで。そうですね、記者に書かれちゃうんで、次の日の記事に。そう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 。だから今すごい SNS がね、こう盛んになってるメジャーな、ね、はい、ツールなので、球団側もイメージがあるので、例えば契約が決裂したってなると、やっぱり SNS に自分のところの評判も落とすとなると、やっぱり1回でなるべくこう円満で決まったよってことに落ち着きたいんでしょうね。まあまあそうだね。あの時 SNS あったら豊さんね、きっとみんなが言ってましたよ、おかしいおかしいってって言ってくれるのかな、うん、そうですよ、まあ、そうだったらいいけどもね、うんうん、まあ、だけど最近の契約っていうのはね、はい、すごくクリーンだし、うん、まあ、保留者っていうのも少ないし、少ないですね。まあ、例えばその今年の中日なんかはさ、はい、ピッチャーを抑えてるんだけど援護点がない、だから勝ち星がつかないっていうピッチャーに対してはプラス査定でしてるよね、はい、負けが増えてても、うん、プラス査定になってるし、うん、我々の時の時代の査定と今の査定っていうのはまた全然違うよね。中日なんかは、まあ、例えば柳なんかはね、はい、まあ、あれだけいいピッチングをしながら援護点がなくて、援護点があったら何勝してたんだっていうような、うん、まあ、ピッチャーなんだけど、そこら辺を考慮してアップになったって。昔だとアップないからね。ああ、そうか、査定の方法が違うんですね。多分ないと思うし、現状維持とか、うん、まあ、それがやっとだと思ったけども、だけどバーンと上がるでしょ、はい、だからそういった意味では査定の方法、まあ、そういうことも変わってきてるよね。変わってきてますね、うん、より細かくなって貢献度だ、見えないところでの貢献度だったりとか、そういうのも含まれてきてるんですね。そうだね、まあ、金じゃないんだよって、うん、まあ、野球を純粋にやればいいんだよって言っても、うん、3割打ってダウンはきついわそれやっぱそれ誰が見てもそう思いますよね。きついよな。じゃあ何割打てばいいんだって。そうそうそう。だから山田哲人がさ、はい、3割30本30通りトリプルスリーを3回やってるよね、はい、これが本当にベースになって、これ以上上げないとダウンって言ったら、うん、そりゃ山田きついよ、もうハードルがね。で村上が三冠をね、いや、この数字がベースになったとしたら、はい、きついよそりゃ。そうですよね。それはまたいろいろね、考慮というか、そう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 、柔軟に変えていってほしいですね、うん、まあまあそうだね、うん、だから例えば優勝を逃した、まあ、岡本がね今年アップをしたとか、はい、でも良かったなと思うよ、うん、まあ、そういう一人に責任をかぶせるんじゃなくてね、うん、成績に対してお金を出してくれるっていうのはすごくクリーンになったなっていうふうには思うけどね。そうですね、はい、またねこれが選手たちの来シーズンのモチベーションにもつながりますし、いやそりゃそうだよ、引いてはチームの優勝につながるので。そうだな、うん、いろいろあるよ本当に昔のことは忘れた方がいいよ、もう本当話にならないからそう、今とはもう、いやいや、まあ、例えばその野球ではアップを勝ち取ってるのに、はい、生活でちょっとおかしなことがあったらダウンだから次行った時に、いや前回しときゃよかったよみたいなそうですよね、そうそうそう、そうか、そういうのもあるんですね、まあ、昔はね、あるな、昔はあったな面白いよな、契約更改ってそうですね、ちょっと一般の企業では分からないよね、分からないよね、うん、まあ、ただまあ今代理人がやるからね、はい、まあ、そんなおかしなこともないだろうけども、はい、我々の時は直談判だからさ、はい、だからおかしなこともたくさんあったというね、そういうことだったんですね、はい。